なあ、7、ごちそうさまです。あと1枚、あと1枚。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、全社会議のこのタイミングで皆さんお待ちかねの社員旅行の行き先を発表したいと思います。社員旅行に行く場所は韓国のパラダイスシティになります。こちら。おお。タピッポというのは世界一周をした創業メンバー僕含めて3人が立ち上げた会社で、今6期目で社員が16人いるベンチャー企業になります。今回パラダイスシティを社員旅行先として選んだ理由としては、まあ基本的に1泊2日でどっか行きたいなと思ってたのと、社員がギュッと仲良くなれたりとか盛り上がるコンテンツを体験できる場所がいいなと思ってパラダイスシティを選びました。おはようございます。パラダイスシティ社員旅行ということで、旅行みんなで行っていきたいと思います。楽しんでいきましょう。はい、仁川空港に到着しました。ここからですね、無料のシャトルバスでだいたい3分ぐらいパラダイスシティに到着するので、みんなで向かいたいと思います。行きます。雨でも大丈夫。よいしょ。あー、着きました。あっという間。でかっ、でかっ、でかっ、めっちゃすげえ。パラダイスシティに到着しました。これからですね、遊園地ですとか、カジノとか、スパ、プールなど、いろんなコンテンツをみんなで楽しんでいければと思いますので、盛り上がっていきましょう。パラダイスシティはですね、建物の中にいろんなアート作品があって、本当に歩いてるだけでも楽しめるようなところが特徴の一つになっております。こちらですね、シメールというプールとスパ、チムジルバンですね、が複合した施設になってます。プールもサウナもいろんな種類があって楽しめたりとか、休憩できるスペースがめちゃめちゃ綺麗で、バーとかあのレストランついてたりとかっていうゴージャスな施設になっております。これ遊園地？ワンダーボックス。こちら夜の遊園地というテーマで、作られたワンダーボックスという遊園地です。かなりのスケールで入る前からワクワクしております。行ってきます。やばっ、これすごい、すごい。何これ。
全員も撮ろうよ。楽しかったよ。やっぱメリーゴーランドはね、確かにやっぱりね、人生がね、凝縮されてる感じ。はい、ですね、カジノの特別ルームの方に、招待いただいて、リーダーさんから直接カジノの講座を受ける時間となっております。この後しっかりカジノを学んで、一攫千金狙ってかけていきたいと思います。